夜プレイの始まり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 来た。うまいことくんなお前、やっぱり賢い天才、君は天才。お、みんな来た、かわいいな。みんな、はい、今日はこれトイレ砂買いました。やっと治った。これ電気やっぱり砂があかんかってね、やっと正常に動くようになりました。もうトイレ、これでね、右ちゃんがね、あそこにね、おしっこかけるんですよ。だから、向こうにね、錆びないように機械、これ結構鉄でできてるからね、棒とか動くのに、そこを、シャーシを、日本ね、おしっこをかけたりするから、こういう風にね、かけてもいいように対策しました。ここもね、ここもようかけるんですよ、右ちゃん。あ、右ちゃんね、ハッチね。だからもうこれ、対策、コンセントあるか危ないからね、これこいつ悪いんですよ、ほんまに。まあそれでね、今日から砂変えたのがこのね、この砂にこれ、この砂結構いいんじゃない、塩素かな、炭のね、これ高難専用の砂かな、これ専用でちょっとやろうって。これやったら結構ホコリもねしないし、固まってるし、まあ、炭でできてることで匂いもマシになっちゃうかなということで、これにね、ちょっと変えます。このトイレは。仕込みだとね、きれいに固まってるんですよね。これ初めて使うの。このメーカーはね、結構いろんなね、砂出してるんですよ、こうなんの。まあ、ちょっとこれね、使っていきます。10キロで500円ぐらい程度なんですよ、この砂。またやってね。で、また10分後にこれ動くという。やっぱりこの砂変えたら結構こうするようになりますね。やっぱりこの砂の方がええんかな。もう早速してるからね、いろんな子が。ね、やっぱこの砂じゃなかったらダメなんかな。ね。まあ、これね、ちょっとやっていきます。それでまあ、その言うてるね、トイレの話でってなりやけど、今日、レオちゃん、ヘルプさん行ってる時に何遍も、このトイレに行ってるということで、まあ、トイレ、今、ね、シートも引かずやってるっていうことでしたけど、まあ、実際おしっこね見たらやってたんですよ。これこんだけやってます。見えるかな、ね、結構やってるから大丈夫かな思いまで、まあ、ちょっとねちょっとレオちゃん様子見てみます。これおしっこねどんだけ出るか、ね、何回も何回もトイレ行ってるシーンをね今日見てたんで、ポンさんの入れますよということでね、連絡いただいて、それでまあ、入れて、ヘルプさん帰るまではおしっこしてなかったらしいけどね、まあ、実際今してます。よかったです。ね。はい、誰、まやちゃんしたん、ね、今日はだから、レオちゃんの今後、なしということで、ちょっとね、ね、レオちゃん、ね、やっぱり、この、入れられて、腹立ってるかもあるからね。な、自由じゃないからな。仕方ないよな。ね。レオちゃん。どうおしっこどんな感じ出てる？ね。もうちょっと出そうな。もうちょっと出したら確認してからしか出さない。何回も何回も言ってるよっていう情報を聞いて、聞いてるかな。こう、入ったから。仕方ないけどな、検査やからね。な、分かった。怒ってます。ね、大丈夫やで。な、こんな感じです。はい。で、こうちゃんかな、こうちゃん。まだやってる。ひょっちゅう入んねんのかな、この黒ちゃん。ひょっちゅうこの時、砂変えたらやっぱ人気はね、この砂っていうのがええんやろね。ペントライトは結構ね、砂がね、ほこりがすごいんですよ。ここのメーカーの。やめてよ。3階なってんやん。3階の方に1回しもうてんやん、レオちゃん。レオちゃん。はい、よしよし。ちょっと様子見よう。な。何かあったらえらいことやな。あ、わかった。みこちゃん、
ここでみくちゃんね、だいぶマシになってきたんちゃうかな。顔つきもだいぶ変わってるんで、ね、だいぶ心配されたか。まだちょっと鼻垂れてるからな、かなり顔つきもちょっとだけど、ね、熱ないか、ね、次ここ行ってないね。ここ行ってなくて、ここは誰が行ってんやん。麦ちゃんか。麦ちゃん、ブルちゃん今日はそこにいてんの。なあ、麦ちゃんと一緒に、ね、転居したと、ね、こんなことよ。ちょっと暑いから、ちょっと今日暑いですね、ほんまに。ちょっと暑い今日は、ね、はい、あ、すごい気持ちいいわ。リングちゃん、どうしよう。まあ、またそちらの動画もね、上げてるんで見てやってください。おっち、ね、ついちゃん、ついちゃん、ちゃん、こんな感じです。気持ちいいな、クロちゃん。クロちゃんもゴロゴロしてるな。 あっちよしよし、あっち誰よ、あっち、よろしくお願いします。ほんまにもう無くなってきたね。はい、まやちゃん、まやちゃん、まやちゃん、ドラちゃん見てます。いろんなのな、通るやろ、見てんね、なんやろみたいな、ね、派手な単車通っていたな。はい、8ミクちゃんもちょっと外出たらね、変わるんやけどね。ミクちゃん外出たいなあ、クロちゃん。クロちゃん、クロちゃん、気持ちいい、まったりできるね。なんかビールなんか飲み終わってね、ここでまったりするのがいいかもからんね。ちょうど気候的に聞こえから、ね、ドラちゃん何してんや、ドラちゃん、
ぽよん。まーちゃん、なんか疲れてきた。寝てみ、眠たなった。ほら、クロちゃん何してんや。今日はもうバッタン級なりそうやね。まだご飯食べてんけど、もうなんか足腰が痛いからね。あ、また打ち越してるやつ。あんなとこで。ほんま腐るやつな、お前。あっちこっちに勝負かな、これ、ほんまに。お前、そんなのどっこもあげるか。好きになってもらわれへんわ。まあ、昔、キャー君ね。昨日とキャー君もおしっこよーしとったからね、マッチこっちで。ほんまに難儀しましたよ、ほんまに。ハッチもかなりやけど。ハッチ。正常に動くようになったから嬉しいね、ほんまに。やっぱり砂だけどこんなにちゃうんやね。ほんでここ誰かおるかな。あのもちちゃん言ってんちゃうかな。もっち、あ、もちちゃんとエルマちゃん、あ、エルさ、え、あのモカちゃんね、モカちゃん。ちょっとエルサさんなんかいるよ。今日はレオちゃんね、交代表にちょっとお休みしてもらってね。レオちゃんお休みしようか、今日はな。リオちゃんも、リオちゃん、おしっこ溜まってることだよね。あ、出ててよかったな、リオちゃん。ね、今日はね、リオちゃんちょっとお休みしていて、エルサちゃん中入れて。チュール投げようかな、ね、おいで。はい、入ります。エルサちゃん、入りました。チュールあげたいかな、ヨウちゃんね。はい、一旦切ってチュールあげます。はい、エルサちゃん大好物のチュールあげよう。どこ行った、エルサちゃん、モカちゃん、エルサちゃん、はい、モカちゃん好きやろ。モカちゃんも好きやもんな。あ、動いた。10分だって動いたね、トイレ。はい、次エルサちゃん、はい、うん、おいで。おいで、こっち、はい、おいで、エルサちゃん、おいで。はい、来なさい。はい、モカちゃん、モカちゃん、はい、エルサちゃん。あ、飛んでいった、飛んでいった。ちょっと待って、どこ飛んでいった。あった、飛んでいった。はい、押さえていくやつが飛んでいくんですよ。はい、次エルサちゃん、はい、美味しかったね、エルサちゃんね。はい、次はレオちゃんが来ます。見てます。レオちゃん、やろう。
なしたいよ。はい、レオちゃん。チュール食べて、あるし、おしっこだし。食欲こんだけあったらね、大丈夫ね。また加熱したため停止しましたですね。はい。もう携帯が熱くなってきたのかな。ね、もう終わらなかんね。もうこの時期ね、携帯が熱くなるからちょっとやりにくくなりますね。ほんまに。ね、はい、こんな感じです。りょうちゃんでした。さよなら。